阪どんなにすんねやろ。困りましたね。あの演歌が大好きでね、本当に演歌が好きなんですよ。ずっと演歌しか歌ってなくてね、カラオケでもポップソータイって言われてね、拳がすぐ回ってしまうんですよね。どうしようかなって言ってやっとここまで持ってきて、ね、今度洋楽ってどういうこっちゃみたいなね。英語読めないんですよね、基本的にね。ね、歌ってもらうの困るんだけど。ああ、そうですか。じゃあやってみましょうかね。あの、あれやね、天王寺のワルツとか違って憧れのルイジアナ。あ、そんなかっこよくないんだ。テネシーまで行って大阪英語っていうのがあるんですよ、大阪英語。あの、はい、若いのと思うんですよ。それでちょっとやってみようかな。吉本好きな人知ってるか。あ、かもしれませんね。まあ、あのエリチエミさんね、大阪に生まれたらこうなった、ね、ええ、あの多分こうかなって思って YouTube とか拾ってね。長いよ、ええ、行ってみようか。はい。With my darling to the Tennessee waltz, when I arrived, I happened to see introduced to my loved one.Yeah.